あやはねまやです。あのね、今日はね、家に一回帰ってね、昼寝をしたんですけど、家を出る8分前まで寝てて、寝起きで空と庭来ちゃいました。で、こっち向きでこうやって寝てたの。ここでこういう風に寝てたから、髪の毛がここだけぺっちゃんなっちゃった。頑張ります。このあと6時30分からこのサブチャンネルで、空と庭梅田あやはねまやのサブカルテルっていうね、ラジオをやりますので、このチャンネルでも生放送しますので、見てね。バイバーイ。